はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。CNN のですね、これ昨日15日の18時41分に出た記事ですね。シリコンバレー銀を破綻に追い込んだ現代の取り付け騒ぎ、ツイッターがパニック煽るという記事でございます。ちょっと読んでみましょうか。米銀行シリコンバレーバンク SVB、 もうこれね、ここ1週間ぐらい、この銀行がですね、この銀行のニュースが世界中を駆け巡っておりますけどね、を経営破綻に追い込んだ預金者の取り付け騒ぎ、この経緯は昔と何も変わっていない。はい、しかし今回はまさに同銀行が主な取引先とする業界を反映して、事態は大部分がオンラインで展開された。SVB が規制当局に提出した書類によると、預金者は先週1日で420億ドル、過去約5兆6000億円を SVB から引き出し、これで同銀は10億ドルの現金不足に陥った。オンラインバンキングはこの驚異的な額の引き出しを加速させ、SNS でパニックに火がついたことも一因となった。その発端は非公開のチャットグループだったと伝えられている。米紙ウォールストリートジャーナルによると、 SVB が破綻する直前、複数の著名ベンチャー投資家が主にツイッターを使い、一部では全て大文字の投稿を通じて事態に警鐘を鳴らした。一部の投資家はスタートアップ企業に対し現金の預け先を再考するよう勧告。続いて創業者や経営者が SVB の憂慮すべき状況に関する投稿をスラックのプライベートチャンネルで共有した。スラックって何でしょうね。一方、スタートアップ企業の経営者らは競ってオンラインで資金を引き出した。あまりにアクセスが集中したためオンラインシステムがダウンしたようだとの証言もある。この事態を後に米下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長はツイッターに煽られた初の銀行破綻と表現した。もうしかし今の時代ね、オンラインで皆さん銀行お金動かしてるでしょ。あっという間になんというか引き出せるわけですよね。しかもこの時間制限がないわけですからね、オンラインというのは。何時から何時までしかできませんとか言うわけにいかないわけでして、とすると取り付け騒ぎは一瞬でバッと広がるということですね。しかしこうオンライン化してからで、ね、銀行取り付け騒ぎって日本では起こっていないような気がするんですけど、今後日本でもですね、ほとんどの銀行をオンラインでやってますからね。ただまあ日本の預金者、大半の個人の預金者はですね、オンラインよりもですね、自分で ATM に行ってる人が多いんではないかなと思います。若い人はね、ほとんどオンラインでやってるでしょうけどね。私もまああれですね、現金もほぼ使いませんけども、オンラインで銀行でお金を動かすということはやりますね、やっぱりね。はい、現代のようにコミュニケーション手段が登場するずっと前から、こうした噂は瞬時に広まる傾向があった。それが起きる発端は、街を歩いていて銀行前に立つ人たちを見かけることだった。イェール大学経営大学院のアンドル・メトリック教授はそう解説。今の私たちにそれはない、だがツイッターがあると取り付け騒ぎの様子は、大勢の預金者が銀行に詰めかけていた昔とは様変わりした。もっとも SVB のビルの前には行列ができていたが今ではオンラインやモバイル端末経由で引き出しが可能になった。いや、これもしかして次から次へとですね、起こるんちゃうかな。 IT 業界に詳しいアナリストのベン・トンプソン氏は13日、
SVB の取り付け騒ぎの特徴として1、預金者が引き出しを実行できる容易さ、2、SVB が危ないというニュースが拡散するスピードを上げ、これほどの混乱をもたらしたのは流通コストゼロの噂と引き出しに煽られたこのスピードだったと指摘した。いやー怖いですね。あの2008年にリーマンショックが起こった時にはですね、ここまでオンライン取引は進んでいなかったと思います。あれは15年前ですね。まだポチポチ出だしたかなという感じですよね、オンライン取引が。SVB は IT 業界の企業が顧客の中心だったことから、特にこうした要因の影響を受けやすかった。しかもベンチャー支援を受ける企業が多く、預金残高は米連邦預金保険公社 FDIC の保証の上限2万5000ドルを大幅に上回っていた可能性が大きい。2万5000と言いますと、でそんな大した額ちゃいますね。500万円もないんちゃうの。でしょ、かける133でしょ。そうですね。500万もないですね。FDIC が25万ドルを保証してくれていても、あ、ごめんなさい。25万ドル。25万ドルといえばですね、4000万弱ですか。はい。なるほど、多くの人が4000万円弱を大幅に上回っていたということですね。これなんか業界してるから2万5000かと思います。25万ドル保証してくれても自分の8桁の額を取り戻すことはできるのか、クエスチョン。同銀行の経営破綻を受け、あるスタートアップ企業の創業者はCNN に総疑問をぶつけた。大手 IT 企業はさらに多額を SVB に預けていた。そのためオンラインで拡散したパニックの影響が一層広がったと思われると。ちょっとまあこの辺にしときましょうか。あまりにパニックが広がりそうになったんで、バイデン政権がビビってですね、全額保証するというふうに言い出して、まあなんとか収まったわけですね。それが一昨日の夜ぐらいではなかったでしたっけ、日本時間で。これもしかしたらあれですね、リーマンの二の舞になったかもしれませんね、これね。いろんな人がですね、わーっとですね、危なそうなですね、銀行から銀行あれを預金を引き出して、大手の大丈夫そうなところに預け替えるということですね。それがあっという間に一瞬でできてしまうという恐ろしい世の中になりましたね、ほんまに。いやこれを見て、これを読んで思ったのはね、その噂なんてツイッターで一瞬で拡散するでしょう。日本もそうですけど、丸々銀行は怪しいでとかって言うたら、でもそれはですね、風評のなんとかになるんでしょうかね、もし嘘であれば。でもそんなん誰かのですね、リツイートするとかってすぐでしょう。だからよう分からんでみたいな、知らんでほんまにみたいな。実は日本もですね、地方銀行のうちいくつか危ないところがあるんですよ、実際のところ。もうこの10年も続いた異次元金融緩和でね、金利がないでしょ。銀行の、ビジネス構造ができていないんですよ。だからもうひたすらね、日銀からゼロの金利で引っ張った、あるいはもうゼロ同然の金利で預かった一般人のですね、預金をですね、コンマ1とかですね、その辺のですね、コンマ1とコンマ2とかのですね、もうちょっといくんかな、コンマ3ぐらいいくんかなぐらいの国債を買うことによってですね、なんとか収益を得ていた、得ているというのは今の銀行なんですね。で、一般の企業や個人でこうお金を借りるというシーンはあんまりないわけなんですよ。特に個人では住宅ローン以外にですね、まあカーローン借りる人たまにいますけど、まあでもそう住宅ローンですね、主に。だから住宅ローンに回す、もしくは国債を買うぐらいしか銀行のあれ、儲けがなかったんですね。だからコロナなんかはあれですね、官邸の自由ですね、いや金融機関にとっては。まあだから
かなり危うい銀行いくつか実はあってですね、もしかしたらですね、このシリコンバレーバンクと同じ構造でですね、飛んでしまう可能性はありますね、知らんでほんまにということでございまして、この CNN のサイト一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。